今上城このフェラーリで、ガンガンやってます。すいません、インスタでね、このトラクターの画像を載せたら、うわークジラさんついにトラクター新車買いましたかって誤解をちょっとされてる方がたくさんおって、すいません、ちょっと買ったわけではないです。はい、デモ車ですね。いわゆるトラクターをね、あれは日野本っていうメーカー、もう今はないメーカーなんやけど、まあ久保田の傘下になったんかな、あれは。で、まあ農協で、あれ、15、6年前、20年ぐらい前か、農協で買って、親父が買ってね、で、まあ農協に修理出したり久保田に修理出したりしよったんやけど、まあ、農協がちょっと修理手が回らんということで、で久保田もちょっと手が回らんということで、で、たどり着いたのがヤンマーさん、他メーカーのね、トラクターやけど、快く修理引き受けてくれました。で、まあ、やっぱり他メーカーということもあるんか、ちょっとわからんけど、修理がやっぱ1週間、2週間、ぐらいかかると、部品取り寄せたりね、すんなり。で、いや、それじゃちょっと困るんだけどって思いよったら、まあ、たまたまね、まあ、近所の農家さん、まあ、僕らよりちょっと上の先輩 のゴリゴリの農家さんなんやけど、まあ、その人が世話焼いてくれて、ヤンマーさんにね、ちょっとデモ車貸したれ、困っちゃうじゃんち、ならもう速攻持ってきてくれました。いや、なんかね、人との付き合いというか、そういうの大事にせないかなって思いましたね。全然その人にしてみたらね、何の得にもならない話なんやけど、まあ、いらん世話かもしれんけど、ちょっとヤンマーに言うだけなっつって言ってくれたんや。まあ、いらん世話っちゅうのと、親切っちゅうかね、もうほんと紙一重なんやけど、もうありがたいですね。俺やったらそこまで気が回ってないというか、このヤンマーに電話してデモ車を貸してもらえるとか、そんなことにたどり着いてないわけですよ。いや、もう待っとくしかねえなって思いよって、もう苗はどんどん伸びるしね。で、もう速攻持ってきてくれた。まあ全部が全部修理出したらデモ車を借りれるかって言ったら、多分そんなことはないと思うんですよね。まあ、これがたまたま空いてたっていうのもあるやろし、その人、その出会いしてくれた人っていうのがゴリゴリの武田でも結構でかい農家なんで、まあメーカーとしてはね、その人の話は緊張感といかんっていうのがあったんかもしれん。まあ、その辺は
まあ、営業のね、兼ね合いがあろうと、まあ、僕にでも恩を売っとけば、もう俺はもう次はもう久保田じゃなくてヤンマーですよ、完全にね。もう今シーズンこれでちょっと乗り切ろうかなって思うぐらい、ちょっと借りバグしてる感じやけど、まあ、これがだいたい売り値で500ちょいらしいです。まあ33馬力なんで、まあ若干今まで使ってたやつよりも馬力は落ちるけど、全然使いやすいんじゃない。むしろあいつアントラクターより馬力あるんじゃねえかなって思うけど、まあ、オイルベースもちっちゃいんで、旋回とかね、小回り効くし、まあメリットばっかりではないけど、まあ後でね、ちょっとエンジン止めて、メリット、デメリット、あと乗り心地とか、その辺ね、レビューしてみたいと思います。はい、なってるんやけど、やっぱね、さすがに2回行くと泥がよりきめ細やかになるっていうかね、やっぱね、1回目と2回目ではちょっと違うんですよね、この泥の感じがね。あとこの、なんていうかな、稲が消えるというかな、1回目だけやったらああいう風に稲が残るんですよね、いくらハローハローだとはいえ、2回行くと畝が消えます。やっぱね、その畝の真上を通るっていうかね、畝をまたいで、まあ、2回目をこう幸運するっていう感じでやってるんで、まあ、より田んぼがこうなだらかになるっていうかね、まあ、あっこは1回目のとこね、でここは2回目もう畝がなくなる。新型の田植え機6畳ですね、形式が YR6DA、ディーゼルです。めちゃくちゃ馬力があります。もうびっくりしたですね。これは自動で程よく巻いてくれる機械なんやけど、とにかくね、とにかく装備がすごい、もうめちゃくちゃ自動化されてるんですね。まあもちろんね、アクセルとかハンドルっていうのは自分で操作せないかんねやけど、このスコエガターン、これね、これがめちゃくちゃ優秀。
はい、まあ、健やかターンっていうやつは、とにかくね、まっすぐ植えていって、で突き当たり、まあ、あの端につきますよね。でそこで旋回して、隣の次のラインに車体を、まあ、こう向けると自動でこれが下がって、で、マーカーが降りて、でいい程よいところから植え始めるっていうところまで自動でしてくれます。もう僕がするのはハンドルとアクセルだけ、それだけで、ぐるぐる回れば勝手に植わる、勝手にマーカー降りる、で勝手にこう後ろ上がる。まあ当然今時やったら当然なのかもしれんけど、もう今までの田植え機、もうこの久保田のこいつ、これはもうめちゃくちゃもう古くて、まあ8畳なんででかいのはでかいけど、ディーゼルなんでもうめちゃくちゃ楽です。馬力がもう全然違います。ぬかるみで旋回するとかね、あとまあ、まっすぐ進む能力めちゃくちゃ高いです。もうハンドルがね、あの田植え機ってハンドルめちゃくちゃこう要は右左振りながらじゃないとまっすぐ進まないんですよね、この古いやつはね。とにかくハンドルがもうちょっとあのちょっとでもこうね、あのぬかるみとか、あの要は田んぼの状態でもう右行ったり左行ったりする、手離して運転するなんてまず無理なんやけど、これもう大体まっすぐ進みますハンドルがね、直進性がすごい。クジラクラウンとかね、普通の乗用車の旧車は面白いんやけど、もう農機具の旧車はもうどんこならんなって感じなんやけど、新しいのにはもう太刀打ちできないです。馬力は33馬力やけど、もう全然あのスイスイ走るし、まああのめちゃくちゃ深いとことかぬかるみとかそういうとこは若干やっぱあちょっともうちょっと馬力欲しいなって思う時はあるけど、もう全然あの全く僕どこの田んぼをやったらあの何の問題もなくストレスなく、あの荒代植え代できますね。あのホイールベースがめちゃくちゃ短いんで、あの小回りがめちゃ楽なんですよね。でエアコン効くで、カーステ、ワンディーンの、ボックスが入るあれはあるんやけど、まあ一応試乗車ということで多分つけてないんやろね。でスピーカーもちゃんとついてるんで、おそらく、カーステとかカーナビとかつけられる感じのポジションがある。でエアコンバリバリ効くでしょう。それからまあ機能的にはね、あのトラクター乗ったことがある人なら誰でも乗れる感じですね。もうちょっと操作の仕方がね、あのメーカーとかあの年式とかで変わってくるとは思うんやけど、ある程度1時間2時間乗ればもう全然使いこなせるという感じです。もう楽、とにかくね力がいらないというかね、快適ですね。とにかくね、あのキャビンやし、もうエアコンバッチリ効くし、あのとエンジンがめちゃくちゃ静か、ディーゼル、これディーゼルかっていうぐらい静か、クジラよりもしかしたら静かかもしれない、まあ、そんな感じで、まあ33馬力なんでね、新車であれ600万ぐらいですね、はい、ちょっと買い切らんですね、はい、で、田植え機、荒代、上代を取って田植えしました。田植え機がまた調子が悪い。もう、まあ、田植え機もこれもいい加減もう15年から20年ぐらい経ってます。あれも久保田なんやけど、8畳上ね、まあだましだまし毎年やってきたんやけど、毎年修理が必要な感じのとこが出て、クラッチが切れないとかね、もちろんあの爪のオーバーホールしてないんで、もう爪がもう全然ダメ、グズグズで、苗は挟むわ挟んで抜けんわ、結果部だらけやわ、ね、もうオーバーホールせないかなって思いながらだましだましやってきたんやけど、もう今日はもう全然ダメやった。もう3箇所ぐらいあの爪がダメダメになって結果部だらけで、おまけにあのあぜついて旋回してさあ植えましょうってスイッチ入れても、あの要はクラッチが繋がらないという、あの 植え込みができない。もうガチャ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 やってやっと始まる。もうそんなんじゃもうとてもないけど仕事にならんすよ。でまあヤンマさんがちょっと様子を見に来てくれて、同じ担当のヤンマさんが、で
食べてもデモありますよって貸してすぐ持ってきてもらって、ディーゼルのね、6畳上、もう8畳やる、8畳からまあ6畳にさ、まあ、2枚下がるんやけど、もうスピードは倍のスピードで、苗の使う量は半分で、ね、ガソリンから軽油ということで、まあ本当いいですね。めちゃくちゃ楽。もう新しい田植えじゃこれね、こういうことになっちゃうのかっていうぐらい楽です。もう全然難しくないです。誰でも乗れるって感じです。もう俺のあの8畳上っていうのはちょっともう俺以外は多分乗り切らんのじゃねえかっていうぐらい特別仕様なんやけど、もう新しい田植え機は誰でも乗れますね。前進バックはもうこのレバーです。これ前進でバックね、これニュートラル、これこっちは移動するときに使うやつですね。道路移動するときとか、まあそんな感じですね。まあこの辺はなんかちょっとよくわからんけど、まあ、深さとか、マーカー収納とか、ワンショットって何やったかな、ちょっとよくわからん。速度固定でアクセルやけど、まあエンジンかけて進むときはこのアクセルで、進んでいくんやけど、常にこのアクセル踏んだり緩めたりするんじゃなくて、もうアクセル全開で、ここのレバー、この変速、低速とか高速とか、これで調整します。これまあもうめちゃくちゃ高速にしとったアクセル全開やったら、めちゃくちゃ速いんやけど、まああんまりスピード出したくない時は、まあ、これ調整して下げて、これでアクセルは全開の状態で進んでいく。では回転数はもう一定です。で速度も一定になります。で植え付けのレバー、これ植え付け、下に上に上げると、後ろの苗が下がって植え付けが始まる。で上げるときはこれ上げる。でマーカー左右、これ手動でね。で、あぜ植えもここで手元で操作します。左端を切る、真ん中切る、右端を切る、まあ2枚ずつね、あぜ植えの時にこれを入れ切りします。もうこれでこれだけです。今までねこの後ろにあったんですよ、このこいつは後ろについてるんです。この辺にレバーがあって、これを切ったり入れたりするんやけど、これを入れ忘れたり切り忘れたりするんですよ多分めちゃくちゃ簡単なことになってます。操作さえ覚えればね、もうハンドルだけでいいんやから、ハンドルとアクセルだけでどんどん植えていくし、もう全部自動。びっくりですね。マジびっくりですわ。田植え機はあれ350万ぐらいするんやけど、これもちょっと買い切らんけど、まあ、ちょっと見積もりとかね、せっかく新車、ほぼ新車を2台もね、デモとはいえ貸してくれてるんで、まあ見積もりぐらいは、ちょっと取って、今後ちょっとヤーマさんとはお付き合いしていこうかなという約束はね、しました。もうさすがにね、やっぱでまあ農機メーカーさん、農機具メーカーさんも、昨今のね、米農家農業のね衰退というか、国の愚策というか危機感はすごく感じてるらしいです。いろいろとね対策というか、あれはね、今後のその社運というかやっぱね、大きなメーカーなんで、クボタ、ヤンマ、伊勢ってね、この3社がね、やっぱ3トップですよね、農機具メーカーの。もう米農家とお付き合いするメーカーっていったらもうこの3社ですよね。でどうすんのみたいな感じでまあ話したんやけど、いやどうなるんですかねっていう、もうちょっとやっぱ先行きが不透明というかね、農家さんが20年後 80% いなくなるっていうことは、農機具メーカーの売り上げはもう単純に考えても半減するんで、これは他人事ではないというかね、いつまでも殿様商売しとったんじゃダメよっては思うんやけど、やっぱ農家さんと農機具メーカーっていうのは切っても切れないんで、まあその辺はね、ちょっとこうなんとか
タッグを組むとか協力し合うっていうかね、やっぱり国は当てならんので、ここはね農機具メーカーさんがやっぱ動くべきじゃねえかなと思う。どう動いたら農家にとってメリットがあるのか、まだ農機具メーカーにとってメリットがある、このやっぱウィンウィンじゃないとダメやと思うんでね。会社なんでね、農機具メーカーさんやっぱり利益がいるんで、お互いでね、何か農家と農機具メーカーで何かいい案があるんじゃねえかと思うよね。いいその動き方というかね、その辺をすごく感じましたね。今回ちょっと担当してもらったあのヤンマーのアドバイザーさんっていうんだけど、アドバイザーっていう、まあ、役職というか肩書きなんやけど、もうものすごく丁寧というかね、まあ営業は営業やけど、こうやって僕がねタブ機買ったりトラクター買ったりするっていうことに将来的にはなるんで、まあそれでもね、他のどっかのなんか焼酎か日本酒かわからんメーカーさんもおるけど、もう全然ダメやけどね、まあ僕からするとね、もう機械買えば、まあちょっとメーカーさんによっては、ね、ちょっと差がある、これね結構差が出てくるんじゃねえかなと思います、こういうのね。なんでちょっと今後僕はヤンマー推しに今後はなっていくんじゃないかなと思いますいやでもね、正味かっこいいです。トラクターにしろ田植え機にしろ、ね、ヤンマーのデザインがやっぱりかっこいい。まあ、聞いた話によるとフェラーリのデザイナーがトラクターとか顔デザインしてる、顔がいいですよね、かっこいいですね。はい、まあそんな感じでちょっと農業機械、トラクターも田植え機ももうガシャガシャになってしまったんで、ちょっと今後、今年はまあちょっとデモ機でなんとかやりきって来年どうするのかっていうのをね、考えていきたいなと思います。はい、まあ、そのためにはちょっと頑張らないといかんで、ね、皆さんの応援も、はい、よろしくお願いしますということで、トラクターとね田植え機、新しいやつはやっぱり良かったっていうお話でした。はい、以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。